にちは、沢です。今日はコンソメいらずの玉ねぎ麹を作っていきたいと思います。今日は乾燥麹 100g、 塩 30g、 玉ねぎ 300g の分量で作っています。はい、いつもの天然塩といつもの乾燥米麹と玉ねぎは 300g も測ってあります。私この玉ねぎを冷凍してたのでめちゃくちゃカチコチだけど普通に作れました。大丈夫でした。はい、で私は玉ねぎを最初はすりおろし器で手でめっちゃやってたんですけど、すごいだるい、疲れる、手が疲れちゃうので、最近はもうブレンダー、これブレンダーってハンドブレンダーっていうのかな、なんかブルーノのやつです。これでもう一気にガーってやってます。これ結構みじん切りもできるし、大根の大根おろしとかも簡単にできるし、結構おすすめです。これ何でも使えると思います。なんかホイッパーとかミキサーみたいな感じの代わりになるやつもなんかいろいろ付属でついてたので、これは結構便利だと思います。で乾燥じゃなかった、冷凍した玉ねぎなんで、なんかこういう風になんか雪みたいな感じでサラサラになったんですけど、匂いはちゃんと玉ねぎでした。はい、こんな感じですりおろしていきます。はい、じゃあ乾燥麹から測っていきます。麹今回 100g の分量で作ってるんですけど、結構出来上がりは割と多い気がします。 100g 醤油麹とか塩麹を 100g 作るよりはなんかちょっとなんかかさ増しっていうのかな、んか玉ねぎが 300g 結構入ってるんで、結構大容量に出来上がる感じです。 なんで勝手にコスパがいい麹かなって勝手に私は思ってます。はい、で手で混ぜて、で常在菌移してもらって、ですりおろした玉ねぎを麹に一緒に混ぜていきます。でしっかり混ぜてもらったら塩を 30g 入れてます。 30g 測って塩を入れてしっかり混ぜます。美味しくなれって言いながら混ぜてください。でこれを言うのと言わないので味もきっと変わると思います。はい、ではヨーグルトメーカーの専用容器に移して、で発酵をしていきます。ヨーグルトメーカーの温度はいつも通りです。夏場なので55度の設定で、温度じゃなかった、時間は7時間になります。私は夜寝る前に仕込んでいて、朝起きたら完成という風にしてます。はい、出来上がりはこんな感じです。ビフォーアフターあんまりわかんないですけど、こういう感じです。はい、じゃあ清潔な容器に移して完成になります。なんかちょっと多くないですか、玉ねぎ麹なんかめっちゃコスパいい気がするんですけど、私だけですか。はい、じゃあサムネにもあった通りなんですけど、玉ねぎ麹はもう本当にコンソメがいらなくなります。これはもう 100%、 いやいやもう 150% くらいです。なので洋食とかそういうイタリアン系とかを作るときはめちゃくちゃ万能だと思います。私は結構和食とかにも使うんですけど、ちょっと今思いつかなかったです。はい、で最近とかもポトフ作ったんですけど、もう本当にこの玉ねぎ麹だけで味付けが完成です。めっちゃ簡単です。なんで本当私はいつも洋食イタリアン、まああんまり作らないんですけど、まあ、カルボナーラ作る時とかミートソース作る時とか、そういう料理を作る時は結構玉ねぎ麹を使っているので、やっぱり切らしたらめちゃくちゃ不安になります。私は和食を作ることが多いけど、やっぱりなんか精神安定剤みたいな、そういう感じの立ち位置が玉ねぎ麹です。あとはポテサラの隠し味に私もよく入れてるし、あとオリーブオイルとかそういう黒胡椒とかそういうのと合わせてドレッシングにしたりとか、めちゃめちゃ使い道はあるし、めっちゃ簡単に作れて美味しいので、皆さんもぜひ作ってみてください。